ましてエミリコです。ケイトよ。4月から放送のテレビアニメシャドウハウスの放送に先駆けて今日は私たちについて紹介するわね。今回は一大イベント、私のご主人様であるケイト様についてご紹介します。エミリコのこともケイトが紹介するわって、エミリコ何してるの？ケイト様の魅力についてお話しできると聞いたので私楽しみで眠れなくて。よいしょ。ケイト様の素敵なところを全部紙に書いてきました。ただならぬ熱意を感じるわ。まずケイト様はとても頭がいいんです。いつも難しい本を読んでいらっしゃいます。エミリコはそれをじっと見つめてくるわ。優しくて素敵なご主人様なんですよ。早くケイト様のお役に立つ生き人形になりたいです。エミリコは手先がとても器用なのよね。そして食いしん坊だわ。おいしそうなパンです。ふわふわでいい匂いでとてもおいしそう。いけない、パンじゃなくてケイト様の魅力を伝えなくちゃ。でもそろそろ時間みたいよ。そんな、まだ紹介したいことが300個くらいあります。そんなに？はい。ケイト様は横顔がとっても綺麗で髪の毛なんてすごくサラサラで服も毎日素敵でお似合いだし、あと綺麗好きで好きな飲み物は紅茶、それから